社会科教科書執筆者からの挑戦状。今回は日本の姿です。私からの挑戦状は次の2つです。教科書を読んで領土に関して問題となっている島の名前と意見が対立している相手国の名前を一覧表にしてみましょう。地図に表してもいいですね。こんな地図を皆さんもご覧になったことがあるでしょう。これらの中には日本政府は領土問題は存在しないと主張しているところもあります。一体どこの島でどういう対立が起きているのでしょうか。調べてまとめてみましょう。教科書にもコラム等で詳しく述べられていますよ。二つ目です。これらの島々について日本政府は日本固有の領土と主張しています。私たちはその固有の領土に行くことができるのでしょうか。イエスはノー、行ける、行けない、その理由を教えてください。私たち旅行でこういう島に行きたいと思いませんか。でも実際に行けるかどうかとっても微妙です。私たちは日本国民として残念ながらもしかしたらそこまで行けないかもしれません。行けるとしたらどうやったら行けるのか、行けないとしたらなぜ行くことができないのか、その理由をインターネットや本等で調べて報告してください。挑戦状への回答を待っています。